ダゾーン。ゴールキーパーは田川、ディフェンスは4枚、大迫、脇本、今瀬、安光、ダブルボランチは末木と河合、2列目は松岡、佐々木陽次、吉平、ワントップマテウス・レイリアで予想しています。ゴールキーパーは今村、戻ってきました。ディフェンスは3枚、奥田、宗近、深湊、ダブルボランチは吉田、陣平と江口、ウィングバック、右が内田、左が吉田源太郎、ワントップ庭で2シャドウ、前川と森川で予想しています。ニアの位置だ、ゴールの前だ、マテウス打ち込む。いや、これはもうゴールマウスを多くの人数で塞いでいました。サヌキフィールドプレイヤーが全員富山のエンドに入っています。サヌキ、ここは吉田から中入って、前川、2試合連続ゴール中の前川。大迫、森川、プレッシャーをかけに行く。おっと、ここは吉田源平、陣平です。失礼しました、吉田陣平。先制はサヌキです。米山監督が大事だと言っていた先制点、サヌキが取りました。吉田陣平、今シーズン2点目。脇本、マテウス使ってくる。マテウス、マテウス、マテウス、コーナーキックです。ここは今村、体を張りました。ナイスセーブ。マテウスとの1対1になりました。マテウス、レイリア抜けた、マテウス、マテウス、ここもナイスセーブだ、今村。コーナーキックです。マテウス、自分で打開してこの状態からシュート。河合から今瀬も高い位置まで上がってきている。安光ももちろん上がる。安光かわして、中に入れる、コースが変わった、シュート、こぼれたところ、高橋芳樹同点ゴール。連動しました、カターレ富山、後半最初の得点、同点に追いつきました。安光、ここよくかわして中にボールを入れていきました。薄い、ここはキーパー今村よくセーブしましたが、こぼれたところに高橋芳樹。後半は風上に立っています。さぬき、ここの中盤のボールを富山が奪うシーンがちょっと多くなってきましたが、しかしここはさぬき奪い返して、いい形を作っている、使っている、赤橋だ。わずかに得点なりません。中入れてくる、キーパーパンチング、もう一度収める森田、前線に送っていく、腕で収めて森、シュート、変わって入った森。さぬき2点目が入りました。いや、外からのシュート、内からですね。
突き刺さりました。中に入れてきた、バーに当たる、かつて3年間富山でキャプテンを務めました、いません。プレーで見せるタイプ、中にボールが入ってきた、ニアサイド入った、カターレ富山執念の同点ゴール。中に入ってきたボール、末木です。エリアの中入れてくる、ゴールの前だ、こぼれたところ、まだある、中に入れてきた、ヘディング押し込んだ枠から、いや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 、あと何プレーか、ここでゲーム終了。さぬきはリードしてアディショナルタイムに入りましたが、カターレ富山アディショナルタイムで執念の同点ゴール。さぬきは勝ち点3、こぼれ落ちて勝ち点1。富山は絶体絶命のピンチ、勝ち点1点に入れました。ダゾーン